ラパス郡北東部にあるイーグルテール山脈のコートハウスロックラパス郡はアメリカ合衆国アリゾナ州西部に位置する郡である2010年国勢調査での人口は2489人である郡庁所在地はパーカーである郡名はスペイン語で平和を意味しコロラド川沿いにある初期開拓地ラパスから取られたラパス郡は1983年に湯馬北部の住民が ユマ軍から分離することを認めた後で設立され、アリゾナ州が1912年に州に昇格して、以降、初めてかつ唯一の追加された軍となった。設立された直後には別の軍政府を維持できるだけの、大きな税収入基盤がなかったので、東ザ資金を州予算に頼らねばならなかった。その結果アリゾナ州法が変更されて、現存する軍を分割することが難しくなった。 軍西部にはコロラド川インディアン居留地がある。この居留地の一部はカリフォルニア州のサンバーナーディーの軍やリバーサイド軍の中にまで伸びている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば軍域全面積は4513.36平方マイルであり、このうち陸地は4499.95平方マイル。 水域は13.40平方マイルで、水域率は0.30%である。アビスキーラ空港がパーカーの中心事業地区の東、市帰里にある公共用途空港である。コロラドガーインディアン部族が所有している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ラパス郡の編入済み領域と未編入領域、およびインディアン居留地括弧内は、 人工クオーツサイト近くにあるハイ、ジョリーの記念ヒラパス群に関連する様々な植物賞や動物賞がある。絶滅危惧種のカリフォルニアファンパームが群内に少数の草林を作っている。ありがとうございます。